皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。本日の YouTube 講ではですね、ダブルストロークって一体何に使うのっていうお話をさせていただきたいと思います。で、ダブルストローク、まあね、こう皆さん、必ずね、こう練習する項目だと思うし、まあね、こうレッスン動画とかの教室も開いてもダブルストロークの練習方法みたいなね、ダブルストロークをこう練習パターンでテケトコテケトコ、なかなかね、こううまいこといかなかったりするんですけど、まあ、これね、ふとこうこれって何の意味があるの、こう何がおもろいねみたいな思うことはね、誰でもあると思うんですが、まあ、そういう方たちのために、まあ、ダブルストロークってこう一体何に使って、まあ、どんな効果があるのかっていうお話を、まあ、このレッスン動画ではご紹介させていただきたいと思います。まず第一にですね、ダブルストロークに限らずなんですけど、こうドラムを演奏する上でこのリバウンドを利用するっていうことは結構ね、必要不可欠なことになってくるんですよね。で、リバウンドっていうのが何かというと、まあ、例えばこうスティックポトーンって落とした時にこの自然にね、こう跳ね返ってくる力ですよね。こうこの跳ね返ってくる力っていうのを利用するのが、まあ、ドラムの演奏には欠かせないと。で、まあ、例えば速いタカタカを叩く時とかでもこういう速いタカタカを叩く時も、例えばこのてってってってね、こうスティックをポトンと落としてほっといたら、まあ、こうエネルギーが消えてなくなってね、こうなくなってしまうんですけど、このてってってっていう弾みを消さずに、この手首とか指とかを使ってその弾みを利用して叩くと、このこれを利用する。これが利用できないとどういうことになるかというと、スティックを止めて持ち上げるっていう動作が必要になるんですね。あの、力が入ってうまく叩けないっていう人っていうのは、叩いて持ち上げて叩いて持ち上げてを繰り返してるんですよ。こういう感じですね。そうすると速くなればなるほど振り幅が大きくなるし、で、力が入ってもう絶対速く叩けないんですけどね。で、これをこうリバウンドを利用することによって、こう早く叩けるようになるということなんですかね。ダブルストロークはこのリバウンドを拾うトレーニングになると思うんですね。で、まあ、ダブルストロークっていうのが今のこのこれを2打目で拾ったのがダブルストロークなんで、このこの手首とか腕の運動でコントロールするっていうのが、まあ、このダブルストロークの練習なのかなと思いますかね。まあ、このドラムを叩く上ではこうリバウンドをコントロールするということは、まあ、非常に重要な、ね、項目になってくるので、まあ、それを鍛えるための、まあ、ダブルストロークの練習があると思ってもらったらいいと思います。まあ、2つ目が、フィルの引き出しが増えるということですよね。例えば16ビートをツクツク高つくやってる時とか、こうこの動きの中でダブルストロークが使えると、みたいな感じで、なんかこう普通の16ビートもちょっとこう彩らせれるようになるし、まあ、あの8ビートのね、あのゴーストノートとかでもそうやって、なんかフィル入る前のなんかこういう、そのノート、まあ、っていうのも、まあ、ダブルストロークが使えると、まあ、おしゃれにね、こう決めることもできたりとかするのかなと思います。まあ、このフィルをの引き出しが増えたりとか、フィルを装飾できるようになるということですかね。
さらにね、このダブルストロークって実はまあ、こういうあからさまな動作、あからさまにこうな動作とは別に、なんかこういうよくあるフレーズですけどね。例えばなんかこう、ダブルスロークの動作が組み込まれる。まあ言ったらこのこれタンタカタンタンなんですけど、ここがねダブルスローク。この動きというか、なんかダブルストロークの間に逆の手が挟まってる。上手にできたらこういうなんか細かいフレーズとかも力が抜けてしなやかに叩くことができるんですよね。ルーディメンツのね、シングルストローク4っていうパターンがあるんですけど、タカタカって早く4発叩いてるやつも、まあ、これも言ったら実はダブルストロークのダブルストロークをこう、これガチャって組み合わせてる。こう組み合わせて早く叩くっていうような感じ のフレーズですかね。だからこうダブルストロークの今のこのシングルストローク4っていうのが練習できると、まあ、右手と左でもね結構分離されますよね。こうで、まあ、これよくあるコンビネーションで低4発足2発、フレーズとかによく使われたりとかすると思うんですけど、これの手の動作がダブルストロークの、これをガチャーンってこう組み合わせる。基本練習としてやってる時はこうリバウンドをうまく拾えるようにするっていうことを目的としてやるのと、あとね、早く叩ければ叩けるほどなんか右手と左手がこう独立した感覚が必要になるので、なんか右手と左手を分離するっていうことにもつながってくると思うんで、だからね、一応そんな目的があると思ってこのダブルストロークを練習してもらうといいかなと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。